あのもちろんそれはその回路をいまする逆上がりができる回路を生成することはできるけど意味ありますかっていうふうに僕は思っててで僕はそれよりも運動って別にそのやりたくないことやんなくてもよくて楽しいことだけやりゃいいんじゃないのっていうふうに変えた方がいいと思ってるんですね。 僕の場合は逆上がりの話すごく覚えてて小学校になって初めて逆上がりをやらされたんですよ。幼稚園でやらなかった逆上がりやらされたらできなくてえっと思って超恥ずかしくてでもその話を親にしたら「じゃあ今から特訓だ!」とかって言われて学校まで歩いて行って特訓してできるようになったんですででもできた あのご褒美に肉まんを買ってもらったことは今でも。いで、まあできて嬉しかったし、普通にできるんですが。うん、僕の場合はそれでも勉強がめちゃくちゃできたから、うん、それに比較すると運動って大してできないわけですよ。うんうん、まあ平均ぐらいなんですよ。うんうん、だから、すごいそれに等感があって。やっぱり僕も運動嫌いだったんです。うんうん、だけど、大人になって。いろんな競技。うんうん、例えばトライアスロンとか。うん、キックボクシングとか。 なんかいろいろやってんですけど普通にできるわけですようん、うん、で、大人になると運動しないやつが増えるから <laughs> 要は平均よりできるわけですよ今は楽しくなっちゃっていろんなことやってるわけですようん、うん、だけどそういういそれが大事だなと思ってあ僕も別にできないことをできるようにすることが大事だって言ってるわけではなくてできないことで持つ劣等感だとかねうん、うん、俺はダメなんだって言ってそこを放棄しちゃう僕はなんで勉強法の本をいっぱい書いてるかって言ったらやっぱり 勉強って99%の子供がみんんな自己流でやるもんだからうん、うん、堀江さんさっき言ったみたいに接続詞も分かんないとか分かり方もみんな違うしやり方もみんな違うわけだけどつまんないかもしんないけど点取らせてあげるとさやっぱり自信がついたりやる気になったりするからそういう意味で 意味があると思ってるんですよね。うん、できないことでそのいろいろ勉強とか運動とかを嫌いになっちゃうこと自体がもったいない、うん、って思ってるっていう。まあまあそうですよ。まあありとあらゆることにチャレンジする必要はないかもしれないけど、うん、やり方身につければこれだったらできるよねとかって、うん、いろんな分野で思えれば、もうちょいいろんなことにチャレンジするハードルが低くなるかなとは思います。ただそこに AI が来るわけじゃないですか。うんうん、ちょっと意見を聞きたかったんですけど、はいはい、そのさっきのどうやら因果ガとか理解して。うん いそうな。今のチャットボットに対して、僕はシンギラリティ来てんじゃねえかなと思ってるんですね。脳って割と単純な仕組みで動いていて、まさにあのディープラーニングって、その脳のその基本的な機能を模倣してると思うんですよ。で、脳の場合って生物学的な限界があって、多分二つ大きなのがあるんですけど、一つはブドウ糖しかエネルギー源として使えないうん、うん、でブドウ糖の消費量って多分人間。 の多分3分の一ぐらいいが使ってるわけじゃないですか,か非常にメシ食い虫というかじゃないですか,かエネルギー量に制限があるわけですよねだから非常に効率的な処理をしないとこんな高度な処理ができるはずがないわけですあんなたったねご飯茶わん3杯分ぐらいでこんだけ考えられるってすごいコンピューターですよね。っていうのは一つともう一つは意外とデバイスとして。 例えばじゃあ目って本当黄斑っていう目の本当中心部分には画素数結構あるんだけど周りってあんまりなくてそれをいろんな補正をして埋めてるんですけどその処理がまあだからセンサーとしての網膜って。 もうちょっと前のデジカメよりしょぼいですよね。うん、まあかもね。うん、あの画素数で言うとね。うん、そうですね。その神経細胞数とかも分かってるんで、まあ、そうでもしないと。うん、もうやっぱりメモリーっていうか、そういうのを食いすぎちゃうっていうか。あの人間って、実はものすごい記憶量がある。じゃないかっていう考え方があって。うん、例えば。10年ぶりに長崎とか。行ってね。そこでちゃんぽん食った店を見つけると。 やっぱりあああの店まだ残ってるやって思うで行ってみるとあ前と同じだよとかって感じになるとするじゃないですかということはそれはやっぱり脳のどっかにその店の画像が残ってるはずなんですよね、うん、僕でもその最近の脳の理論から言うと僕はそれは多分ほとんどが喧騒だと思うんですよ、うん 要は例えば昔付き合ってた恋人の顔とかをめちゃくちゃ美化してたりとかするでしょ。うんうん、で会うとうんってな,なるじゃないですか。<laughs> 僕はあの今目の認知機能でいうとうん、うん、入ってきた映像画像をすべ、うん、てその後頭部の視覚やでうん、うん、その全部受け取って処理をしてるわけではなく、うん、どうやらその視覚やから、うん、こんな感じの映像が見えるはずだ、うん、という。 推論を送って実際に入ってきた情報と照合して差分を埋めていくという作業をしてるらしいんですよやはりディィーーープラーニングととかも似ててるるんですよい<や>ノイズフィルターみたいなことやってるんですけどおそらく脳科学者が言ってることってほとんど脳って人体実験できないし、うん、あの機能的なことって調べようがないからむしろ人工知能をやってる人たちのやり方、うん、プロセスとか、うん 仮説とかこのやってることが多分人間の脳でも起こってるはずだに近いような考え方をしてると思いますあでもまあ最近ほら FMRI ファンクショナル、F、m r i とかそういったものができて、うん、まあ割と改造、まあ、MRI もあれって要は磁場の大きさの強さを変えるつまり超電導磁石の えまあ高温超伝導だったりとか比較的あの高い温度で超伝導化する洗剤とかを使ってそれを液体ヘリウムでで冷やすすと前よよりもテスラ数が上が上るわけだから磁場が大きくなってるんで磁場が大きくなればなるほど現実的には MRI っていうのは解像度が上かるはずなんだけどだけど例えばじゃあファンクショナル MRI で分かることっていうのがどんなタスクをした時に血流が増えるだとかさそのいろんなことは分かるんだけどやっぱりまだまださ どの神経伝達物質がどうなってるどういうふうに動くとかさ、うん、そういうのまでは今のレベルでは分かってないいと思います<ー>ただその僕はね基本的にはどう考えてもあんな小さなエネルギー量で、うん、そんなに僕は記憶のメモリー 量はそんんなな多くないと思ってるんですよ実際僕もそうだと思うんですけど僕かなり人の名前ととかわざと覚えないよようにしてんす来るべき AI とそのスマホとかクラウドに完全に対応しててこれからの AR はあ AR ってみんななんか眼鏡とかなんかヘッドマウントディスプレイとかそういうので ARVR 考えてたんだけど本命はイヤホンだったんですよ。 でイヤホンつけてイヤホンにちっちゃいまあなんか広角レンズのカメラ iPhone、うん、のインカメみたいなやつをの広角版をつけとくと、うん、ここの辺大体カバーできて、うん、こいつで得た情報をもとにして、うん、もう今のチャットボットだったら「うん、あの人名前なんだっけ?うん」って骨電動でこでウィスパーしたら「うん、ああの人は」 和田秀樹さんです。うんうん、一番最近にあったのは三ヶ月前で、その時は対談をされてましたみたいなことを全部言ってくれると思うんですよ。いやそれはそうでしょうね。だから、ね、そこは多分常に自分のがモニターされてるわけだから、うん、記憶する必要っていうのがものすごくなくなるのは確かだと思います。そうなんですよ。だから僕もう完全に脳はそういうものにはいらないなと思ってて。 で学校で勉強することも基本的には全部教えてくれた方がいいいじゃないですかであとつなぎ合わせる作業に特化した方がよくてでもつなぎ合わせの下書きは AI に書いてもらった方がいいと思っててあでも何が言いたいかっていうと僕は AI に知能のようなものはもうできていてで僕たちが自意識みたいに思ってるものって実はたいし大したことがないって言ったらあれなんだけどただただこう言われたら返すみたいな。うん あの,オチのなないい女子会トークじゃないですかほとんど <laughs> 僕たちの会話って9割方んかつぼ押しをお互いしてるみたいな <laughs> でも処理とインプットはもうほかに任せればいいじゃんってなった時に人間がするのはつなぎ合わせることだっていうことつな、うん、ぎ合わせるのも AI やってくれるから、うん、そうな何をこう人間としては、うん、だからウサイン・ボルトになるしかないですね <laughs> つまりウサイン・ボルトっていうのは1 0 0ル走で世界一ですけど、うん 僕たちは簡単に自転車で抜けるわけですよ。うん、まあ、別に自動車で抜けるバイクで抜けるわけじゃないですか。だけど、ウサインボルトはヒーローじゃないですか。うん、将棋の A. I. なんて藤井聡太君より全然強いんですけど。百戦百勝しちゃうと思いますけど、A. I. が。だけど、藤井聡太君は。ヒーローなわけじゃないですか。A. I. は僕全知全能の神になると思ってるんで。神様と争ってどうするの。神様は都合よく。 自分に得なことをしてくれるありがたい存在いうう。なるほどありがたい存在。<laughs> と僕は考えたいなって、<laughs> うん、そうなっちゃうんじゃない、なってんじゃないかなと思っちゃったん <laughs> い。いや確かにあのおっしゃる通りだと思ってて、例えば知的なことで AI に勝つとか、今やってるような受験的なこととかさ、そういうことって。 多分役に立たなくなるように思うしただここは僕は結構疑問があるのはじゃあ全く日本語が使えないとかさまあ英語でも何でもいいんだけど言語が使えない人がさ AI が代わりにやってくれるからいいやっていう話になっちゃったときにさ喋ってるつもりだって AI が喋ってることをなぞってるだけみたいになっちゃうなきゃでもそれでいいんじゃないですかそれでいい僕はそれでいいような気がしていてなんでかっていうとこれは僕の意見ですよ 僕にクソリップを返しててくれるツイッター民って幸せですか <laughs> そうねいやただね結局だから僕は何が言いたいかっていうと今こうやって喋ってるとか堀江さんが何か言った時に何か返すとした時にさまあ AI が言ってることで言えばさ今よりははるかにちゃんとした会話 つながる会話になるしあとその養老先生がいみじくもバカの壁で言ったみたいにさ、うん、こっちはこんなつもりで言ってんのに相手は理解してくれてないっていうようなこともなくなると思うんだけどただそれって自分が全く考えてない状況だからさ、うん、それで一人一人の個性っていうのがあるのかなっていうなくていいんじゃないですかなくていい、うん、あ、つまり僕は、ね、映画のマトリックスの世界を そのユートピアと見るかディストピアと見るかっていう話なんだと僕は思っていて、要は意志のない人間はあの世界でみんなエージェントスミスになっちゃうわけですよ。簡単に奴に乗っ取られ、まあ AI に乗っ取られるわけじゃないですか。要はつまりここでは意見が対立したりとかすることもあるけど、AI は別に特に指令を出さなければ自分に寄り添ったまあ気持ちいいつぼしみたいな答えをずっと返してくるわけですよ。 そそれれれをディストトピピアアとととと見見見るるるかかかユートピアと見るかっていうのはそれは意分です何が言いたいかっていうと僕は本業は精神科の医者だから結局精神科の患者さんって何やかんや言ってやっぱり一般の人の常識とかさ一般の人の考え方と合わない考え方をして例えばそのディストピアじゃないけどそのいろんなことを自分を責めてるっていうふうに取っちゃったりさあるいは自分自己嫌悪に陥ったりするわけだけど。 AI が考えた通りにさ考えてる限りにおいてはさ多分心の病ってほとんどなくなっちゃう。